南山城水害とは、1953年8月14日から8月15日にかけ、京都府南部において、集中豪雨が原因となって木津川の支流で発生した水害である。1953年8月14日から15日にかけて、南山城地域は寒冷前線が停滞したことを原因とする集中豪雨に襲われた。 雨は14日夕刻から降り始め、15日未明には雷を伴う豪雨となり、山間部では400ミリを超える記録的な雨量となった。この雨は各地で山崩れを引き起こし、大量の流木を含む土石流が発生。多くのため池や木津川支流の延堤堤防が決壊した。井手町では玉川上流にあるため池の大正地と二の谷池の決壊によって、 土石流が引き起こされ、下流の玉川も決壊した。後の山城町にあたる地域では、不動川や鳴子川が決壊し、わずか町ではわずか川が氾濫し大きな被害を出した。集中豪雨という言葉が使われたのはこの時の新聞報道の見出しが初出であるとされる。8月14日、夕刻頃から小雨であったが、22時か23時より、強雨となり、 8月15日に日付が変わった頃、雷鳴を伴う豪雨となった。午前2時半頃から埼玉で最初の決壊、井デ町においては、低地での浸水が始まった。午前3時頃より、玉川下流の右岸で、下流から順に、越流、決壊が発生し始めた。そこへ、午前4時頃、上流にある農業用ため池がほぼ同時に決壊し、山津波が発生。 これにより玉川の上流で、さらなる決壊が発生し、井手町は甚大な被害に見舞われることになった。井手町、玉水地区は、木津川、堤防、玉川堤防、互いコール、谷川の堤防という三方を堤防で囲まれており、典型的な内水水害地区となっていた。そのため、他の被災地区では早期に排水が進んだのに対し、この地区は、 災害後数日経っても水位が下がらず、しかも行方不明者の多くがこの地に流れ着くという状況が発生していた。この水害やその後の台風13号によって南山城地域は甚大な被害を受けた。人的被害は死者行方不明者が336人、重軽傷者が1366人の計1702人に住宅被害は 全壊が371個、流出が381個、半壊が554個、床上、床下浸水は4370個、計5676個に及んだ。この水害による物的災害総額は約150億円、復旧額は約134億円と公式発表されている。中でも井手町は人的被害、 住宅被害のいずれも南山城地域の中で最大の被害を受けた。井手町の人的被害は死者行方不明者が108人、重軽傷者が428人の計536人、住宅被害は全壊が107戸、流出が166戸、半壊が147戸、床上床下,下浸水は357戸、計777戸に及んだ。 この地域を走る日本国有鉄道線は大きな被害を受け、玉水駅、大河原駅では駅舎が流出した。また木津川に架か,かる玉水橋も橋脚にせき止められた流木が原因で流出した。8月の水害では当時は珍しかったブルドーザーやクレーン車が使用され各河川の応急工事が進んだ。8月15日未明には災害救助法の適用が決定され、 同時に救援活動、応急復旧作業が開始された。16日には、交通が遮断されたわずか町や、南山城村、道船坊地区へは、アメリカ海兵隊のヘリコプターによる救援物資の運搬も実施された。18日からの物資として、塩や米、野菜類が記録されている。喉の区から、被害の甚大であった道船坊の牛馬地区へ、救援物資が運ばれた。 喉の,の区には水害発生からの復旧活動の日誌が残されており、区民が復旧活動を行ったことが記されている。9月には奈良線、関西本線の運転が再開された。玉水駅のホームには玉川から流れ着いた巨石が記念に残されている。1954年には水難者記念塔が建立された。 現在石垣区公民館にある水難者記念塔、流出した玉水橋の再建は、1956年11月に完了。大正地と二の谷池の跡地には、淀川水系改修基本計画によって、改めて大正池が造成され、1960年に完成した。ありがとうございます。